使えませんよ。20周年記念ということで、まあ、おめでたいことですが、おめでたついでに八木沼さん、はい、歌を聴くプレゼントいたします。はい、受け取ってください。
セレシアさん。ありがとうございます。これもね、亡くなっちゃって、プレゼントの曲なんです。今日ちょっと旦那来てないんですけど、インターネットテレビでちょっと見ますから。ありがとうございます。じゃあ、井上陽水の曲を。
4年前に、初めてここに来た時にはラーメンライブっていうことなので、ラーメン屋さんだと思ってたらで、まずそこのドアを開けて入ってきた時にもう人数割り人がずらっと並んでもうビクッとしましたけどもで、まあ来たからもう入ろうと思って入って、まあいきなりラーメンをなんだからまず餃子でも食べようかなと思ってメニューを探したらメニューに変えてないんですよね今日さそれでがっかりしたことになっちゃったでも次、まあ、そのうち分かりまして、ね、あ、ラーメン屋さんじゃないんだろう、この丸い形がこうすごく素敵なんだと。で、その頃はもう聞くばっかりでこうレベルも高いし自分が出るなんて思ってもなかったんですけども、めげのおかげでスラッと人背の高い人がそうって言ったんですよ。あなたも出られるんですよ。もうそこがビビってきまして覗いてる、覗いてるよねメガネどっかにいます。そういう人もなけ一言もなければこんな暗い人生を歩むこともなかったのかな非常に恨んでますけど申し訳ありませんもう4年も経つんですか。もうすごい、あの早いね。4年震災の年に、あ、そう、震災の年ですよね。で、あのうち実家が川内なので、そうだそうだ、あの避難してて、で忘年会も早めにやっちゃったんですよ。で、大晦日に何やるかテレビ見てもつまんないし、なんか年越しライブみたいなのやってないかなと思って探したらここしかなくて、ここに来たのは運の月でした。おめでとうございました。ありがとうございます。おめでとう。承知だった。あ。じゃあ次はピリッとお変化を。
こればっかりでかくて味がなくてすみません。
喋ることもなくなっちゃったな。ちょっと古い歌ですけど、なんとか大蔵という歌なんだけど、まあ、知ってる人がおりましたら一緒に歌ってください。落ちて
しょうがない。バンダナかっこいいよ。これがね、これが今日かっこいい。最高最高最高、もう言うことない。早くかけて。ありそうだね。このまま行く。目見せない。夜の出てる。帽子もいいですよ。でしょ。帽子が、あ、帽子かぶってない。早くかぶって。なんだこれ。おかしい。あ、もう間違えない。出た。ご理由が止まった時に言われちまった。まあ、イラストになりましたが、今の季節にちょうど合った歌をやります。
めでとう。帽子も。帽子も。帽子も。じゃあ、これの曲ですが、カイバーの歌で、タッチというか、あまり聞いたことないと思うんですけど、八木沼さん、はい、新しいじゃない、彼氏に優しくタッチしてもらってください。